トン、トン、トン、ね、お願いします。ボン、ボン、ボン、トン、シュッ、ボン、ボン、ボン、シュッ、トン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 、パン、パン、パン、これでもう、はい、はい、フック、はい、アパカット、はい、グレートサタ、ケンスケさん、はい、はい、今日もね、キックボクシングのスパーリング、はい、一緒にやってもらってありがとうございました。はい、グレートサタケンスケ選手のローキックいっぱいもらったんで、はい、僕も今ね、足がジンジンしてますよ、はい、今度絶対倍返ししますからね、はい、今日は僕の負けです。はい、そんなこんななんですけど、ちょうどね、この今日のスパーリングにすごい合ってる質問がね、TikTokの方に来てます。はい、はい、大阪にお住まいのブラックタクミさんからの質問ですね。はい、はい、ブラックタクミさんは、キックボクシングを始めて、5ヶ月だとね、いうことらしいです。そしてやっとローキックのカットができるようになったとね、ローキックのカットができるようになったんですが、その後何かいい攻め方がありますかと。カットして終わってしまうんですが、そこで何かあのパンチとかキックつなぎたいんですけど、どうしたらいいかわからないので、何かいいやり方があったら初心者の私に教えてくださいとね、ブラックタクミさんから質問が来てます。はい、はい、それじゃあですね、グレートサタケンスケ選手一緒にちょっとね、はい、やらせてもらいましょう。これね、ローキック、おそらくブラックタクミさんはローキックカットしてそこまではできるけど、その後がっていうことなんで、ちょっとローキック蹴ってもらっていいですかね。ワオ、痛いっすね。今日のスパリング思い出しますよ。痛い。もう一回来てください。パンとカット。ね、もう一回来てください。ダン。ここまでできるってことだと思うんですよね。うん、ね、こんな感じでスパリングしてて、ローキック。ね、もう一回。こんな感じで、その後どうしたらいいかっていうことだと思うんですよね。うん、文章からするとね。はい。じゃあね、ローキック。まあ、レッグキックに対する、カウンター、ね、まあ、反撃、うん、当てやすい、初心者にもやりやすい反撃、ちょっとやりたいと思います。まずですね、じゃあ、まあ、右のローキック、外側のローキックですね、僕の足に対する外側のローキック、うわっ、ね、来ました。ね、うわっ、もう一回来てくださいね。パン、パン、パン、2を返します。見ました。もう一回。パン、パン、パン、膝を返します。ね、あ、そう。カットした足を、ね、これカットした足を前に置いて、相手の肩を掴んで、ボムという感じです。ちょっと角度を変えましょうね。はい、カットを置きます。ボン、ボン、ボンという感じです。ね、じゃあ逆で、今度は、こっちの足に来てくれますかね。奥足の上を、もう一回。ボン。これも前に置いて、今度はこっちの肩を掴んで、ボムです。じゃあ角度変えましょうかね。じゃあ奥足のローキックですね。うわっ、ね、もう一回来てくださいね。もう一回ボンボンボン、ね、膝を返します。これがパターン1ですね。もう一回やっておきましょうかね。じゃあ外ローしてくださいね。ポン、もう一回ポンポンポン、ね、こう来て肩掴んで引っ張りつつ2です。はい、今度逆ですね。奥足のローして、バンバンバンという感じで膝を返す。これパターン1ですね。はい。そして、じゃあ、今度はね、じゃあ、もう一回外側のローキックしてくれますかね。そう。もう一回、ヒル。ポン。もう一回。ポン。もう一回。ポン。ね。相手のね、このね、なんていうんですかね、膝の内側ぐらいにと、こう、こういう感じで、こう来た瞬間に、スタンプして止めます。前蹴りで止めるみたいな感じですね。足の裏で止めます。ポン。もう一回してください。トン、もう一回ポン、そして右ミドル、もう一回切る、パンで置いた瞬間にすぐ返す。でカットして、カットというかスタンプして止めました。止めて置いた足を前に置いて、そのままミドルキック、もう一回トンシュッって感じですね。ちょっと正面正面、ほいタンシュッっていう感じですね。でもし左が来ても一緒ですね。トン、はい、もう一回シュッという感じです。左の方がちょっとね、内もも当てにくいな。ちょっとなかなか今協力してもらったんでやってるんですけど、ほんまちょっと難しいかな。もう一回左切るよね。トン、ちょっと当てにくいな。まあでも止めれるかな。もう一回トンシュッ、ね、
ちょっと本気で言ったら多分行きますね。本気で言ったらこういうのぜひ来てください。ワン、ちょっと来ちゃう。ワン、バンってロッキング。ワンって来ちゃうかもしれないですね。右来てください。右が止めやすいかな。もう一回右。ポン、シュッ。で、返す。右見ると返すね。OK だね。じゃあ、次はね、左のインロー。うわ、今日これ僕いっぱい食らいました。本当に今足結構来てますね。もう一回、うわ、インローですね。もう一回来てください。タン、タン、タン。カットして、前へ出ます。カットして、前足、この足ですね。カットして、ちょっと前に。カットした後前出して、その勢いで、ストレート打って、フック打ちます。ね、この角度でいきましょうかね。変容器を変え。ポン、ポン、ポン。もう一回。ポン、ポン、ポン。ですね。はい。じゃあ逆に、今左の引力来たんですね。またこれも外ローですね。ポン、ポン、ポン。ね、外ロー。カット、トントン。こういう手もあります。もう一回来てくださいね。これでもいいです。どっちにましてカットしてもいいんでね。自分がカットしやすければどっちでもいいです。もう一回来てください。トン、トントン、フックストレート。ね、いいの来てください。タン、ストレート、フック。はい、じゃあ、外ロー。パン、ストレート、フック。もう一回。トン、フック、ストレート。まあ、これ、この類を返します。うん。OK ですかね。あとは、もうね、結構相手が、ロー来るって分かってた場合の話なんですけど、ちょっとビッグムーブで来た時ですね。ちょっとロー来てるんですか？そう。あ、普通に来てるよ。うわ、もう一回。ワイ、ね。結構来るなと分かってた時。もう一回。ドン！ね、こっちの右フックを合わせます。ね、そのまま行ってますね。このまま行って、あ、いいですけど、こう、食らいます、ね。なので、ちょっとね、ステップする。こういう感じです。やりましたかね。僕、一人でやります。こう言いました。こういう感じで。まあ、こういう感じなんです。で、こっち入れ替えれば、まあ、ローももらわない。あからさまにも来ることが分かってるからですよ、これね。せーの。ドン。ね。じゃあ、ローって言ってますかね。こういう感じです。ね、ほんまあなたら顔面にやってますよ。あごに。せーの。こういう感じです。ね、で今、外ローを蹴ってもらう。今度内、奥足のローですね。こう。で、これも分かってたら、こっち。左も一緒ですね。左が一人やりますね。こういう感じで。実際蹴ってくださいね。パン、もう一回。こういう感じ。ね、エアーでやると、最初、まず、外来た時が、こういう感じです。ね、こっちの足蹴ってきた時は、こういう感じで、ね、ビッグフックします。で、こっちに、お菓子のローキック来たら、こういう感じで、こういう感じでいきます。こういう感じで、ね、こっち蹴ってきたら、こういう感じで、ここも一応ね、ここ逃げてるし、ここにいたらもらうんで、ちょっと逃げてる。ちょっと逃げるだけでも当たらないんで、OK ですか。あと、もしね、ローキックのカットなんですけど、オーソドックスになってもらって逆になるな、ね、ロキック普通にやってる。うわっ痛い。もう一回。うわっ、ね、これもし足上げるのが間に合わなかった時です。ね、もう一回来てくれるか。普通に蹴っていいぞ。そう、もうちょっと蹴っていい。ちょっと自分からね、自分から迎えに行きます。うん、最大ヒットポイントちょっとずらすんですよね。せーの。そう、せーの。結構痛いんですけど、普通に来てください。うわ、何もしないで食らう方、何もしないとね、僕のこのももが動かないんで、なってくれたらすごいです。ちょっと押してやるんですよね。これ、アメリカだとベアダウンって言うんだけど、ね、どういう意味かちょっと全然わかんないですけど、前外国人と練習した時、ベアダウン、ベアダウンって聞いたら、こうやってちょっとずらせて、せーの、ベアダウン、せーの、ベアダウン、クマを落とせみたいな、多分ね、全然意味わかんないですけど、クマを落とす、クマを落とす、せーの、ベアダウン。で、ベアダウンしたとき、もう一回いいですかね。ストレート返す、ね。同時ぐらいですね。で、どちらかというと、これは、肉を切らして骨を断つみたいなイメージですね。こっち食らうんだけど、まあ、僕、これ、右利きの構え、オーソドックスなんで、まあ、基本的に右のパンチ強いの打つことになってるんですよね。
なので、ローキック、うわってもらうけど、右手で顎打ち抜くぜっていう、まあ、リターンですよね。どっちが得するかっつったら、まあ、多分、顎にちゃんと当たれば、俺の方が得するんですよ。得するというか、倒すか、ダメージは大きいと思うんでね、普通にけどね。なので、バーンと押しに行きます。ね。もしくは、ね、そう、もしくは、普通にけどね。フック。こういうこともいけます。ね。もう足のカットも間に合わなかった。まあ、結構間に合わないんですよ。総合とかだと特に、打撃のディフェンスばっかりに気取られ、使えないんで、タックルとか、なんか組とか、なんか、ね、なんかいろいろね、キャッチされるとか足、いろいろ気使わないといけないんで、まあ、そこにローキックとか来た時に、次の展開考えると、足上げてカットって結構リスクある時あるんですよね。うん。例えば、俺がじゃあそっち、この足ローキックってカットしよう。バン、ね、バン、ね、バン、で、ごめんなさい、急に行ったからね、すごい画面の外まで、で、ごめんなさい、っていうことも多いんで、あんまりね、足上げるってことは結局、一本足打法になるわけですよね。一本足打法になると、まあバランス悪いですよね。ここで押されたら、耐えれないんですよね、タックルとか。タックルって巨大なね、物体が当たってくるわけでね、体ごとね。なのでね、結構総合だとロー捨てるときもあるんですよね。ロー捨てる分、ロー蹴ってください。まあ、こういうのとかね、うん。相手もロー打って当てた瞬間だったら、まあ、タックルのディフェンス弱くなってるんで、結構総合の選手だと、タックル取る方を選択して、ローキックのカットしてる人がいる。もう一回来てください。パンって言って行ったら遅いんですよ。うん。こうやってるって行こうとしても、ケンセさんの方もしっかりね、もうディフェンスできる状態になってるんで、遅いんですよね。なので、そう、この状態で行くんですよ。とかがあるんで、結構ベアダウンになる時あるんですよね。もう一回来てください。ベアダウン。ベア、まあ、ベアダウンも痛いですけどね。まあ、ナチュラルにこの動かないでもらうときよりは、これ結構痛いですよ、やっぱ。何にもしないで、うん。今、ベアダウンしちゃいました。しないつもりが怖くて。うん。もう一回。そう、動かないで、痛いですよ。で、動かないです。うわぁ、痛い。マジで痛い。もう一回動かないです。うわぁ、結構きますね。せーの。ベアダウン。そう。せーの。そう。ベアダウンすると、まあ、ちょっとダメージは、まあ、どうなんのかな。3分の1ぐらいになるような気がするんですけどね。体感的に。うん。こういうのを使います。とか、あとね、何があったかな。結構昔、ムエタイのとこで、ムエタイ、タイのムエタイジムで、ローについて、ローはね、やっぱね、ムエタイ、やっぱディフェンスとか攻撃、すごいしっかりしてもらってね、いろいろあります。ケンさん、インローゲットなんですかね。そう。今、もう一回これ見るかな。せーの。うわお、打ちも受けられましたね。もう一回。そこれ2カットって言って、足上げてないんですよね。2カットってんのトン。2カット。2カット。もう一回。2カットして、こう戻って、もう右の、僕はこのローを打てる体勢なんですね。せーの。2カットすると、こうする。はい。もう一回2。トン。トン、こうする。これも同じ体勢ですね。こうやってストレートのためができてるんで、そのまま返す。せーの。トン、トン。ね、せーの、もう一回。トン、トン、こっちに行くんですよ。OK? トン、ね、これが一番いいから覚えてないですか。これぐらい、ね、が多いかな。うん。あとは、普通に、じゃあもう一回ロープ。そう、そう、そう、うわー、もう一回。パン、ね、わかりますかね。もう一回。パン、ファイって、置いて、普通の体勢になってから蹴ったらもう、ケンさんも反応するんで、カットします。カットしたら、トン、トン、すぐ。ね、カットして、この足を後ろに回して、まあ、ある意味スイッチした状態ですね。ここで蹴るんですよね。せーの、トーン、トーン。ね、トンってして、着地はつま先ちょこんと。すぐ、バウンドする、ね。エアでやると、こういう感じです。ね、エアでやると、ターン、ターン、ターン。そうすると、相手反応しにくいですよね。ターン、ターン、ターン。悪い例じゃないな。普通だと、パン、パン、パンって言うのも遅いですよね。カットと反撃が一緒になってる。トーン、トン、トン、すぐ行けますよね。
遊ぶかな。うん、とりあえずこんなところかなでいいと思うんだけどな。あと別に右ローキック。そう。これあんまりスピードが速いといいと思う。かわしてからそのまま前進する。3、3って言う。ね、一応健介さんの方もこうなってこうなってるんでちょっと隙ができてる。せーの。3でこの時に行くみたいな感じなんだけど、俺とかスピード細いのあんま使えないんだけど、こういう手もありますよね。基本やっぱり追いかけてください。かわしてってことは距離ができちゃうんで、次すぐ当てに行くんですよね。もう一回引っ張りますね。3とか。やっぱ、お互い当たる距離だとすぐ返せるんですよ。なのでやっぱカットっての存在するんですよね。そうじゃなかったらもう避けた方がいいですよね。カットでもダメージゼロではないんですよね。うん。クリーンヒットが10だとしたら、まあ1か2ぐらいあるんじゃないかな。せーの。そう、1ぐらいはあると思う。それでもう一回引くよね。まあ、これで俺の方が何にもしないんだったら、カットするよりも、せーの。避けた方がいいですよね。まあ、ダメージゼロですよね。ただ、やっぱり、守った後に何か返したいんですよね。打った時が一番隙ができるんで。うん。そのためにやっぱカットって存在して、チュワーン、チュワーン、チュワーンとか、こういうのがあるわけですよね。どんなとこかな。そんなとこでいいかと、とりあえずは思います。うん。はい、ブラックタクミさん、そんじゃあ、この方法、試してみてください。格闘技楽しい。格闘技やると俺みたいにモテるよ。俺たちと一緒に。